チャンネルいつもご覧ご視聴ありがとうございます。おはようございます。本日がね、僕のプロサーファー生活、選手としての生活、現役最後のね、引退試合の、当日の、試合の当日になりました。現在の時刻が、まだね、5時10分。今日はね、6時30分に選手集合、PCR 検査をやって、7時からね、ヒートの方、スタートした一球予定です。メンズクラウンド1の第1ヒートに僕はクレジットされているので、僕のヒートが、今大会のオープニングヒートを飾らせていただきます。でね、今日のね、波のサイズまだ海行ってないんでわかんないんですけど、結構ね、波はサイズは小さいと思います。せっかくね、最後の試合なんで、地元この大洗で、最後のね、試合をやって、まあ、いい結果を残して、一勝でも多く勝ち上がって、まあ、選手生活に、ピリオドを打ちたいと思います。もうリアルタイムでねこの映像は見せてないんですけど、ちょっと、タイムラグがあると思うんですけど、まあ、最後の大会出場していきたいと思います。ぜひ最後までご覧ご視聴お願いします。それでは会場に向かって行ってきます。おはようございます。どうも、はい、ありがとうございます。どこもね、なんか今珍しくなくてね。生命力が強いんだ。はい、間違いねえんだ、それ。飛びた強い選手。飛びちゃん、さすがだよ。待ってね。はい。はい、じゃあこれです。はい。明日これ持ってこられて、これつけといてくれば。はい、わかりました。検温だけで OK。はい、ありがとうございます。頑張ってくださいね。え？頑張ってください。最後。見つけてごらん。10.0と、うん、今上がってきた人。違う違う。あっちの人？あっちの赤の人？沖に向かってる人。今沖に向かってる人どこ？5、4、3、2、1。おはようございます。パパ友達ね。パパ友達のボンジさん。たくさんいる。おはよう。おはよう。ブタおはよう。ブタおはよう。みんなのこと撮ってん？ちゃんと映してじゃ。何ですか？あ、GoPro か。GoPro。あ、プロ終わったら学校がすぐ。はい。遅刻しますって言って。やばいやつ。これやばいやつ。波綺麗だね。最後の波は相当良かったな。最後の波は見ないと。当たってます。リュカが蹴ったのこと。いやー。海取ってたけど、近い近い。ダディどこにいるんだ。ダディね、この真正面にいるの分かる。赤い人。知ってる赤い人ってことは。大会スタート5分前となりました。練習をしている選手は海を飛び上げてください。またメンズラウンド1第1ヒートの選手は海でのスタンバイをお願いいたします。大会スタート2分前です。練習をしているサーファーは投球の海をクリアにしてください。正面にいるの分かる。今寝てる。交換して。オッケー、任せろ。試合が動いております。さあ、富田選手は茨城を代表するプロサーファーということで、今季で引退を表明されてるということですか。そうですね。はい、ここ数年はこの JPSA のツアーをフルで参戦してはいなかったんですけれども、この地元の大洗は毎年出場していた選手だったんですが、はい、今年がプロ生活20年目になるそうで、ここでこの大会が最後ということで引退を先日 SNS の方で表明していました。
JPSA ショートボード年間ランキング最高位は11位という通称フライボーイ飛田剛選手のこの最後優秀の美を飾れるのかというところで注目です。全体、はい、の最終のヒットとなったではないでしょうか。飛田選手はみんなに大きな拍手という会場からもアナウンスです。選手お疲れ様でした。ただ引き続きこの茨城大洗そしてサーフィンを盛り上げていってほしいです。富田選手お疲れ様でした。マミちゃんもサポートお疲れ様でした。ありがとうございます。ちょっと寂しいですね。ちょっとね。お疲れね。また会う日まで。最後の絶景。お疲れ様でした。おはようございます。ちょっと遅くなりました。ワンちゃん勝つ。いやー、風だね。風だ。お疲れさん。風だ。お疲れ様。ワンちゃん風だね。ちょっと硬かったですね。試合。波はいいの乗ってましたよ。ね。はい。リーチ引っかかったもんな、最初。あんだ、ね。あそこをスカッといければ多分 4.5、ね。軽くね。出てたんだよ。よし終わりです。終わり。うん、ありがとう。今回で引退を表明した飛田選手です。まあ、フライボーイというだけに最後エアホンチャレンジしてほしかったなというねところもあるんですけれども、はい、そうですね、来ていたら多分ね飛んでくれてたと思うんですけれども、まあ、こうして盛り上げてくる、まあ、先駆者がいる中で今度は若手の選手たちに頑張ってほしいなという、はい、出なかったんですけど、やはりあの地元の大会だけでも盛り上げたいなと思って、地元の試合だけあの参戦したんですけど、やっぱりあの地元の大会がある限りここで皆さんの前で、まあ、優秀の美じゃないけども、いやいや勝てなかったけど、いい、まあ、あの皆さんの前で今まで応援ありがとうございましたっていう形で終わりにしたいなと思ってました。はい、この引退って決意したものっていうのは何か自分の中であったりしたんですか？やっぱりあの、ね、サーフィンのレベルも自分でフリーサーフィンしてたってやっぱりねあの落ちてきてる部分も、多々、感じていたんで、やはりそこで、まあ、プロとして、大洗の試合に出て、負けてる姿っていうところをかなりあの多くねあのここ数年あのみんなに見せてきたんで、それもやっぱりプロとしてかっこ悪いなっていうところが一番の決意でしたね。
ただもちろんフィジカルという部分はまず大きなところなんですが、テクニックっていうところはきっと飛田選手の伸びているところはきっとあると思うんですね、ご自分の中で。そうですね、はい、やっぱりフリーサーフィンしてても、うん、まあ、これが出せたら結構まあ、点数出るんじゃないかなっていうのもあるんですけど、やはりそれがうまくね、自分のタイミングで出せなくなってきたっていうのがやっぱ引退の理由だと思います、はい、そしてこのアベマを見てですね、応援してた方もいらっしゃると思います。最後カメラに向かってメッセージをお願いします。まあ、プロとしては選手としては20年間今年で、やったんですけど、まあ、20年という節目で、大会選手として退くことになりました。今までね、今のスポンサーじゃない前のスポンサーとかも、かなり僕のプロ選手生活に、いい影響を与えてくれて、そのスポンサーの方がいたからこそここまで来れたと思います。あと、僕の、サーフィンの師匠である、坂本、まあ、清勝さんとかにも、感謝をしたいと思います。まあ、今後もね、サーフィン楽しんでやっていきたいと思いますんで、今までありがとうございました。ミスターフライボーイ飛田剛選手、お疲れ様でした。